野口千代子は東京生まれのバイオリニストである。2歳からバイオリンを始める。東京学芸大学附属竹林小学校、同中学校に進学した。1981年、小学校5年生の時、全日本学生音楽コンクール、東京大会小学生の部で第2位を受賞。1983年、中学校1年生の時、同コンクール。 東京大会中学生の部で奨励賞を受賞した。1986年、東京芸術大学音楽学部附属音楽高等、学校に入学。1989年、同高校を卒業し、東京芸術大学音楽部に入学した。1991年、ジュリアード音楽院に留学。ジュリアードコンチェルトコンペティションに優勝し、 リンカーンセンターのアリスタリーホールで演奏会を行った。1993年、アーティストインターナショナルオーディションに優勝し、ヤングアーティストデビュー賞を受賞し、同年、同音楽院を卒業した。1994年、カーネギーホールのワイルホールでニューヨークでのデビューリサイタルを開催した。1994年、フォーバルスカラシップストラディバリウスコンクールで、 第3位。1995年、東京芸術大学に復学、卒業した。1996年、ビエニアフスキ国際バイオリンコンクールで特別賞を受賞し、日本演奏連盟主催のリサイタルを開いた。現在、東京ゾリス店のコンサートミストレスを務め、清いシンフォニエッタ東京、アンサンブルの窓、コンテンポラリーアルファーのメンバーである。2002年、 打楽器奏者の神田義子と CY プロジェクトを結成し、バイオリンと打楽器による作品集をレコーディングした。また、東方学園大学短期大学部専任講師。マネージメントは、テレビマンユニオンミュージックディビジョンの協力を得ている。ありがとうございます。